はい、皆さんこんにちは、留学パパです。今ここは成田空港ですけれどもね、先ほどチェックインを無事済ましまして、いよいよこれから飛び立つということなんですけれども、今回ですね、1ヶ月間カナダのバンクーバーに滞在すると、そしていろんな学校をね見学したり、それから現地で頑張っている留学生と会ったりという、そういう時間を過ごしていきたいと思います。いろいろですね、今回は僕一人ではなくて、エリンと、そしてまあ留学ママもいるんですけどもね、特に僕とエリンでいろんな、カナダの魅力とか、それから現地の様子ですね、できる限り皆さんにお伝えできたらなと思います。それでは楽しい旅になるかな、ハプニングなしでいけるかな、ちょっと分かりませんけど、まあ、頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、皆さんおはようございます。娘のエリンです。今日ですね、どこにいるかと言いますと、空港にですねおります。今日は何をしているかと言いますと、私のですねルームメイト、一緒に、過ごしてた子がですねちょっと帰国をするので、送って、いるのと、プラス、ですね、留学パパが、これからですね1ヶ月間カナダにやってきます。パチパチパチ。You good? And yeah, it's exciting. あら、エリンさん。イエーイ、着きました、バンクーバー。全然飛行機で寝れてません。私も寝てません。2時間しか寝てません。あら、そうなの。ですね、なんとかレンタカーをゲットしまして、はいはい、これから宿泊というかね、今回指定先ですね、に向かって行こうかなと思っております。久しぶりに車のハンドルは、左ハンドルと。そうだね、ニュージーランドの時はね、日本と同じの左走行で右ハンドルだったけど、でもカナダの場合逆で、右走行でそれプラス左ハンドルなんで、留学パパ頑張ってね。はい、頑張ります。もうね、ちょっと時差ボケでほとんど寝てないので、ちょっとやばい状態ですけど、気をつけて運転していきたいと思います。はい、後部席から、ちょっとお届けしております。後ろの席ですね、すごく広くて、座り心地がとても良いでございます。現在ですね、ハイウェイを進行しております。カナダの道路はですね、アメリカどうかわかんないんです、結構広くて運転しやすいのかな。わかんないけど、こんな感じでフリーハイウェイですね、乗って今家の方に向かっております。Hello everyone! 留学パパです。Hello everyone! 娘のエリンです。はい、ということで、カナダ、バンクーバーに久しぶりにやってまいりました。いらっしゃい。はい、どうも。エリンともね、再会7ヶ月ぶりぐらい？そうだね、こうやって動画撮るのも、ね、7ヶ月ぶりぐらいかな。はい、ね、皆さん昔から動画を見てくださってる方はね、エリンちゃんと留学パパが一緒にこうやって撮って喋ってるというのは普通なんですけどもね、はい、なかなかエリンが高校留学してから、うん、そして今もカナダに住んでるので、はい、一緒にこうツーショットで撮るっていうことは少ないんですけれども、うん、これから1ヶ月間、はい、カナダバンクーバー周辺エリアのね、学校視察という、うん、まあ、目的で今回やってきてますので、はい、ぜひ皆さんにね楽しんでもらいたいなと思ってます。うん、いろいろツイッターね、それからインスタグラム、うん、かなりリアルタイムで、うん、情報発信する予定だよね。そうだね、 YouTube よりもリアルタイムなので、もう最新の情報とか YouTube でも言わないことっていうのを結構載せてたりするので、はい、はい、なので概要欄のね、リンクからね、はい、ぜひフォローしていただけたらと思います。ということで、今日実はこの撮影ね、うん、到着して2日目の、はい、もうすぐ、ね、時間なんですよ、はい、で昨日の様子、まあ空港に到着したとか、うん、その辺の話はもう今動画見ていただいたと思うんですけれども、はい、実はあの後、はい、いろいろね、ま、ハプニングがあったんですよ。海外あるあるだよね、やっぱ。もうね、本当にごめんなさいね、これから留学しようとしてる皆さん、もうね、いろいろあると本当もうめんどくさいなというか、なんか海外嫌だなって
めっちゃネガティブこんなことを言ったらダメでしょダメでしょダメでしょ、ちゃんと海外素敵だよって言わなきゃいけないんだけど、もうハプニングあるとね、その時はやっぱもうめんどくさ、嫌だなってちょっと思うんですよ、うん、中高生も一緒だよね。そう、うん、でも後から振り返るとその経験が良かったっていうことばっかりでね、うん、本当はいいんだけど、うん、今回もやっぱりいろいろであったね、ありました。で、はい、その様子動画で実は撮ってないんですよ、 あまりにもちょっとバタバタしすぎてて、だから今日こうやって喋ってるのは皆さんに何があったのっていうのを、うん、そうね、少し話を、ね、はい、してみようかなと思いますけどもね、はい、何があったんでしょうか。はい、気になる、それ気になる。そうだよね、あの、まあ、今回の宿泊先っていうのは、うん、まあ、ちょっと、まあ、民泊のような感じで、うん、住まわれてるご自宅の1階部分を、はい、一軒家ですね、うん、借りてあの1ヶ月間生活しようと、はい、自分たちで自炊とかしてね、そうだね、と思ってて、まあ、到着したわけですよ、はい、その現地になんとか車でね、はい、なんですが、いざそこに到着してみると、ね、オーナーの人が出てきてね、何の話ですかみたいな、予約とかそういうのないよみたいな、家みたいな、この家じゃないんじゃないとか言われて、いやでも明らかにちゃんと そのあるサイトでね、うん、どこのサイトとは言いませんけど、うん、あるサイトで撮ったやつはこの家の外観で、ね、ちゃんと住所も合ってて、うん、はい、ここだよと、なぜ予約がないと、うん、ちょっと待って1ヶ月間住まいなしになるパターン、これ結構大きなハプニングじゃないと、うん、そう言ったら、こっちの住所、うん、に行ったらみたいな話でね、うん、別の場所と思いながら、でもまあ車でね、うん、10分とか、そうだね、まああんまりその遠くなかったからよかったけど、とりあえず行ってみるかということで、うん、行って、はい、まあ、あの行ったんですよ、はい、そしたらね、なんかわからないんですけど、勝手に滞在先が変わってたんですよ、うん、こっちだよみたいなね、マジみたいな、こっちの方が部屋がなんか広くてなんとかでみたいな、ね、いやいやいや、それはいいんだけど、なぜ勝手に帰るみたいな、言って、そう言えよ、言ってよ先に、それならまだいいけど、写真載ってる写真とこの家が違うと、この家、その前の家だと思って来るのに、来たら、こっちみたいな、ちょっとね、大丈夫かと。でもね、良かったね、あの家がない、1ヶ月間家がないっていうことではなかったから、家はあるけど、とそれは ねそうなんですよ、だからそういう形でまず家がない、また、ね、違う場所になる、ね、で、まあ、実際来てみたらね、はい、あのそんなに新築のなんか素敵なところっていう感じではなくね、多少こうまあまあいろいろね、ちょっとね、あのまあちょっとなんだろう、水道周りが水回りが汚かったりとか、匂いがちょっととかいろいろありまして、はい、もうその後ですね、買い出ししていろいろ清掃道具買って、はい、きれいにして、なんかちょっとお花とかも置いてみたりとか、ね、芳香剤置いてみたりとか、自分の家にはなれないけど、でもちょっとね、快適に過ごせるように何かね買ったりしました。ね、いろいろやりましたね、うん、やっぱり海外生活大変だよね、人の家とかにさ住まわせてもらう、やっぱホテルじゃないからさ、そうなんです、その空間、与えられた空間をさどうするかって自分で考えないといけないし、文句ばかり言ってもね、お金がかかるだけだもんね、そう、もうね、いや余分な出費です、だからあまりにも調理器具とかも置いてあるのに、うん、これは使えないでしょう、そう、焦げ目がフライパンにもうついてるのが置いてあったりとか、これ使えと、この道具とか、これ綺麗だ、大丈夫とかっていう感じがあってから、結局それもね全部買いましたね、一式ね、お鍋とか、ね、余分にねちょっとお金も使って、いやーって思う、まあでもね、想定ないっちゃ想定ないんですよ、それは、あの家が違うのはダメですよ、ステイ先が違うのは全然想定してないですよ、うん、はい、そうで、それで話が終わりかと思ったら、その後ですね、現地でその滞在費用を、うん、を払うということだったから、うん、払いたいと、はい、で当然 ねクレジットカードで払おうと思ってクレジットを出したら、うん、いやクレジットは端末がないから受け付けられないよみたいな、どうやって払うん、現金みたいな、30日分の、まあ、約ね1ヶ月分の家賃、うん、結構な額なわけですよ、うん、で当然そんな額のキャッシュなんか私でも持ってない持ってないし、って、うん、どうやって払うのみたいな、うん、でね、うん、ちょっとそれトラブルで ね少し持ち合わせのやつを少し払ったけど、
待ってと、ちょっと2日ほど待って、今日週末だから週明けに払うからっていうことに一応したその場は、うん、まあ、しのいだしのいなんだけど、うん、これももう一回サイトとかをね予約したところを見てみたら、現地ではクレジットカードでお支払いいただけますって書いてあるわけですよ。そう、ね、だから現金持って行ってないのに、うん、書いてあったら、ね、別に持ってったよね。そう、現金の払う可能性があるとか、まあ、現金のみですって書いてあったらね、うん、持ってったんですけど、そんなことないと、ね、だからもうちょっとねクレームの電話今日入れましたけどねどうなるんだろうね、ちゃんと払えるでしょうか、うん、まあ払いますけど、払いますけど ねやっぱウェブサイトに載ってる情報と意外と違ったりするから、なんか海外あるあるっちゃあるあるだけど、それはあっちゃダメでしょ。あっちゃダメ、あっちゃダメでしょ、うん、まあ、あの今どうかわからないけど、エア B&B とかね、うん、そういう民泊のあるじゃないですか、うん、そういうのでもこういうトラブルあるのかなって、うん、どうなんだろうね日本では思ったぐらい、うん、っていうことがねあって、もういきなりですよ。だから初日からこんな感じでストレスいっぱい、はい、昨日もね早くもうね、うん、なんかゆっくり、ね、ご料理とかしてちょっとゆったり過ごそうかなと思って、結局ご飯食べたのも8時半とかもう9時前だったね、みたいなでしょ。朝これね結構今喋ってますけど時差ボケあるんですよ全然普通に、うん、あの飛行機の中で本当に寝てないよ、ね、ほぼ寝てないから、うん、寝ずに頑張って行ったのに、そういうハプニングに見舞われ、でご飯食べたのももう夜、ね、寝たの何時ぐらいって、もう寝たのは11時前ぐらいだけど、でも、ね、だから全然24時間以上起きててみたいな状態で、うん、よく頭回ってたね。そうだから、うん、今日もちょっと今おかしな状況になってますよなんか体の感じはちょっと変なんだけど、あ、本当、ね、本当にそういう1日目だったわけですよ。はい、はい、でまあそういうことでね、1日目とりあえず寝て起きて、はい、今日は日曜日ということもあるの で、はい、学校のね、うん、見学もねできないというか、まあ、まだ学校が空いてないの でどうするかなと思って、で、今回はですね、私の働いてるですね仕事先に留学パパとね留学ママに来てもらいました。はい、なんかあの小学生の子供をね持つ親が初めて参観日に行く時のあの感じみたいなね、うん、うちの子ちゃんと働いてるのかなみたいな、いや働いてるの知ってるけど、知ってるんだけど、はい、まあ、そういうの見るって結構面白いじゃないですか、うん、でちょっとね今日行って、この後その動画を皆さんにご覧いただくので見ていただいてね、うんうん、はい、まあでも頑張ってたよね。頑張ってた、頑張ってた ねオーナーともね話してもらって、店長さんともね、もうすごいベタ褒めされてましたけど、うん、そこまで言うかぐらいもうベストだと、うん、とにかくベストだとあのいうことで、何してんだろうね職場でね、言ってましたけど、まあでもいいね職場の人間関係もあってね、うん、あの良かったなと、はい、まあ、その様子ね、あの動画に撮っているのでぜひ、この後見てもらって、でその後ね、その後は仕事終わった後に、私がですねカナダで初めて留学パパと留学ママをですねレストランに連れて行きました。はい、そうなんです、ご馳走してもらったね、うん、そう、今回は私の It's on me ということで、お支払いさせてもらったんですけど、どうだった？いや美味しかったね、うん、特にね何が美味しかったかって言って全部美味しかったんだけど、うん、ハンバーガーが意外と、チキンハンバーガーが意外と美味しくて、そう、ね、うん、なんかジャンキーなイメージ、うん、ハンバーガーってね、うん、そういうイメージもあるから、はい、まあ期待してなかったんだけど、思いのほか美味しくてね、うん、私も初めて行ったところで、あのぜひ留学カナダとかに留学する方でそのレストランに行く機会があればぜひ試してもらいたいって、おすすめできる料理なので、うん、ぜひですね食べてもらいたいなと思います。そうですね、あとそういうちょっとしたね、お金の払い方みたいなやつもね、うん、少しエリンが、はい、話してくれたりしてますので、はい、ぜひご覧いただいてと、ね、そしてまあそので今日はまあ終わりなわけですけども、はい、いよいよ明日から、明日から学校見学、はい、これがもうメインだよね今回はね。毎日のようにね違う学校行くんですよ教育委員会学校だから1日に1校とかの時もあるけど、うん、けどほとんど3校は回らせてもらうので、で毎回同じ学校じゃない、毎日変わってるからさ、違う新しい人と出会って、まあそれはそれでね、あのドキドキワクワク楽しみであるけど結構神経使うと思うの で、ね、今日はしっかり休んで、はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、まあ、あの毎日ちょっと更新はね、あの YouTube の方はね毎日はさすがにアップはできないですけど、はい、まあまあ、あのポイントポイントで 2,3、はい、日に1回アップできたらなと思ってますので、うん、はい、ぜひ皆さんね、これから留学考えるという人ももちろんですけれども、はい、もうすでにね行き先が決まってて、うん、ただ現地視察したことがないから様子が気になるんですと、うん、いう方もいると思うんですね、まあ、どこまでちょっとお見せできるかは分かりませんけども、はい、とりあえず、まあ、その空気感をね、うん、
皆さんにお伝えできたらなということで、頑張っていきたいと思いますのでね。はい。はい、でぜひね、なんかこうコメントとか、あと質問とか、あといろいろ皆さんね、あると思うので、そういうのはいつも通り、LINE アットの方からメッセージをね、いただけたらと思います。それではですね、後半の動画も楽しんでいただけたらなと思います。はい、それではまた。はい、皆さんこんにちは、留学パパです、ということでですね、今エリンが、仕事をしている、カフェですね、カフェの前にやってきております。初めてね、彼女がカナダでこう仕事をしているところを、まあ、見てみようということでやってきてます。さあ、どんな感じで頑張ってるんでしょうか、見ていきたいと思います。エリンさん働いております。今日は忙しそうですね。お客さんたくさんいるみたいです。頑張ってます。頑張ってるみたいです。なんかあの参観日みたいだ ね。緊張するんだけど。今日はあの参観日です、エリンの。お疲れ様です。はい、This is Eric from Thailand. Same name? Same name. She's Eric. Same spell. Yeah, not the same age, but yeah. Yeah. We have the same name. Yeah. Eric and Erin. Nice to meetNice to meet you. Oh, yeah. はい、かわいらしい同姓同名の、働いてる女の子がいるということで今紹介してもらいました。 Oh my god, Sam, you don't have to do that. No, it's like No, he has a wife. Sam, it's stupid, so sweet. これ持って帰ろう。持って帰ろう。ちょっと食べてみる。新商品。はい、いただきました。はい、いただきました。ありがたいです。ちょっとあの私も食べたことないレッドベルベットのケーキを留学パパが食べます。いただきたいと思います。はい。の食べ物だなっていう感じの。え、何アイシング？何が入ってるの？生クリーム？いや、ダメだ、食リポできない。どうぞ、どうぞ。うん、なんかスポンジケーキ、たくさん砂糖が入ったスポンジケーキにクリームチーズと生クリームですので層がこう重なってる感じです。ね、見た目がね。あ、そうって言っても2段しかなかった。お仕事をサボってお客さんの席に座っているエリンです。あのオーナーが働かせてくれて、もうなんか親と一緒にいなさい。ほんと参観日みたい。参観日に授業を見に行ったら、もういいよ、あなたは授業を受けなくていいから親と一緒にいなさいって言って言われてる小学生みたいな。でも違うのはお給料まだもらってる、この時間も。今何時？2時。でも2時15分まで働いてるんで、15分はフリーでお金もらえちゃう。なんかオーナーさんがなんだっけ、すごい3年働いたりする子よりもすごいできると言って、言ってた。うん、すごいベストだと言ってお褒めの言葉をいただきましたよ。ありがとうございます。頑張ってるみたいですね。そうですね、わかんないですけどできることは精一杯しております。はい、ただいまですね、仕事が終わりました。仕事のですね、服を着ているんですけど、この場所がどこかっていうのを話してなかったので、先に、ちょっと簡単にお伝えしようかなと思います。
ここはですね、バーナビーというですね、街の中にあるメトロタウンというショッピングモールになります。日本でいうとですね、いろんな、まあ、ショッピングモールあると思うんですけど、その中で同じようにいろんなナイキだったりとかザラとか H&M とかいろんなお店が入ってて、よく留学生とかがですね、放課後に来たりとか週末に何か物を買いにですね、来る場所になります。他にもですね、いろいろスーパーとかもあるので、私の場合は日常的にお菓子買いに来たりとか、ご飯買いに来たりもしてます。はい、エリーさん、ここはどこでしょうか。ここはですね、バーナビー、ちょっと私の職場から離れてですね、10分ぐらいドライブしたところの、レストラン、ジョイスっていうですね、ジョイっていうレストランになります。今日はですね、留学パパと留学ママをですね、お連れ、誘拐してお昼っていうのかな、今3時ぐらいなんですけど、早めの夕飯みたいなのを食べていこうかなと思います。So, one spaghetti pomodoro? Absolutely. I would do the ravioli because the chicken parmesan is very similar. It's like the same spaghetti that comes with the spaghetti pomodoro. So I would probably go the ravioli. Okay, then I'll get the ravioli too. では、乾杯。乾杯。初めての夕飯です。一緒に外。しかもエリンさん、それビールじゃないですか。そうなんですよ。未成年者の飲酒ダメじゃないですか。19歳なんですけど、カナダでは19歳から飲酒が OK なので合法です。ラガーいただきたいと思います。ビールのラガーを頼みました。いただきます。おお、これ何ビールなんだろう。あ、なんか軽い、結構めっちゃ美味しいです。なんかこのね、チキンがね、すごくバーベキューみたいな、なんていうの、燻製みたいな感じになってて、でベーコンもカリカリで美味しいです。ですね、ただいまご飯を食べ終わりました。ご飯を食べ終わったらですね、お金を合計払うんですけど、今回は$91、これを払っていきたいと思います。この時に、まあ、店員さんがですね、あとで端末みたいなの持ってきてくれるので、だいたいカードで払います。そして、まあ、レストランとかによりますけど、だいたいチップを、そのサービスによってですね、よかったら、まあ、その会計の 10%、15%、20% で決めて払っていきます。Yeah. Oh, okay. Yeah, sure. I guess I can just have it. Did you enjoy everything? Yeah. Yes. Thank you. Okay, great. I'd love to hear that. And right there for you whenever you're ready. Thank you. Awesome.こんな感じでですね、画面をもらうので、書いてあるので 18%、20%、22% 足するとカスタムって感じでですね、自分の好きな、金額を選んで、チップを払っていきます。じゃあ今回は 18% ということで、そしてコンファームをですね、押して、後ろでですね、タップして払っていきます。うん、簡単だね。簡単。あとはレシートをいるかいらないかっていうのをですね、下で選択して、この端末をですね、なんていうんですか、店員さんに返します。この動画の内容以外にももっと個人的な相談をしたいという方は、ぜひ LINE アットからメッセージを送ってくださいね。留学パパと娘のエリンが無料でお答えしますよ。メッセージを送るときは、皆さんの今の状況、例えばどういう高校留学がしたいとか、家族での話し合いの様子など、少し皆さんのことが分かる情報をもらえたら、より具体的なアドバイスができるので、ぜひご協力をお願いします。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。 See you next time!